にちは、アクションスタイルのイサムです。今日はですね、先日忍者式ダイエット忍者飯っていうグミをですね、食べた動画を上げたと思うんですけれども、その動画を見た方が、他の味をプレゼントしてくれまして、というかレッスンの時に持ってきてくれまして、それをですね食べてみようかなと思います。でそれがですね、これ梅ですね。前回食べたのが、巨峰、これ梅かつおっていうやつ で、もう一種類桃も買ってきてくれたんですけれども、今日はこの梅かつおっていうのですね、まあ食べてみようかと思います。でこう面白い、現代忍者のためのこだわり素材っていう、面白いですね。はい、これちょっと食べてみようかと思います。ありがとうございます。巨峰結構酸っぱくて結構硬かったんですよね、ハードグミって。あんまりグミって普段食べないので、すごい柔らかいイメージなんですけど、はいはい、まあ、こういう感じですね。ではいただきます。あれだ、よくある梅味のグミってすごい酸っぱいじゃないですか。なんかそうじゃなくて、なんか本当に梅干しの酸っぱさっていうんですかね、すごい酸っぱいんじゃなくて、梅干しを食べた時のうおーっていう感じぐらいの酸っぱさっていうんですかね。相変わらず硬いですね。うん、長持ちしますこれは。梅干しをそのまま使ってるんだなっていうのがすごい分かる味っていうんですかね、梅干しそのままの味っていう感じがすごいしますね。うんうん、あの動画の後もう巨峰も全部食べまして、これちょっと確かに癖になりそうだなと、うん、思います。はい、いただきました。よく薄味でこう、なんだろうな、余計な味を足してないというか、梅干しのそのままの味を意識して作ったんじゃないかなっていうような感じの味で、でこの忍者飯っていうのは、うん、すごい硬くて本当に残るというか、グミみたいにすぐになくならないというかっていうのが、いいとこなんだろうなとすごい思いました。いただきましてありがとうございます。今度また、梅味ですね、あ梅味じゃない、桃味もいただいたので、それも今度食べてみようと思います。ありがとうございました。ということで、トレーニングは全然関係なかったんですけども、まあ忍者式ダイエットということで、まあダイエットに効くんじゃないかということでですね、忍者飯を食べてみました。ダイエットしたい方、筋肉つけたい方ですね、ぜひカウンセリングに、来てください。そしたらトレーナーがですね、誠心誠意あなたのことを見てですね、癖とかあとはこういうことをやった方がいいとかということをお伝えしていきます。ぜひですね、迷ってる方とか、どんな感じなんだろうってちょっと思った方は、ぜひお電話もしくはメールで、お問い合わせいただければと思います。はい、ということで、今日はですね、いただいた忍者飯を、梅かつお味を食べてみる、動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。